が潮に吹き流されながらゆっくりと弱らしてます。でっかいルアー食ったからいいサイズかもしれない。よっしゃ入った。よっしゃ、おお、どうね、長い。こんな感じでいいシーバスが来てくれました。いやバレないでよかった。いやありがたい78分。まさかまさかのだけど、前回もね未納のパターンで80なんてのが釣れてたからどうかなと思ってね。この前は全然向こう側で、今回はこっち側で、まあ潮もね今日は全然流し潮って、トローンとした流れで、前回はね大潮の流れ始めかな。ほんとねラッキーショットが決まったっていう感じですね。さあさあ頑張ってもう一匹ぐらい釣りたいな。いやー焦って竿とか踏んじゃったりしてたら大丈夫かな。よいしょ。カナタってねこれ秋に使うルアーなんですけど、どうかなつってやったら釣れました。もう一匹ぐらいいねえかな、潮は悪いけど風がちょっと押してくれてるから、ああいうのが騙されるぐらいの流速はあるのかな、ね、あそこの隙間にドリフトさしたら食いましたけど、何匹かでいねえかな。当たるな、これありだな。なんかね小さいのだとね届かないんだけど、彼方だとねあの奥に入れて出してこれるから、それであの奥までと入れてタカタカタカーって入れて、あ、ボラ食った、また食ったよ、カナタ、ま、おー、カナタすごい、入れ食ちょっとサイズは分かんないからまた、ライト準備。あ、またいいサイズかなこれ。タモ。よいしょ。あ、やべやべ。針が外れた。やばい吹き流されながらドリフトしながらだから入った。カナタパターンで、お、でけ、またでかい。いやーすごい、カナタパターンだね。
おお、また長いよこれ。かなた、すげえ。ちょっと船が危ない。これまた長いな。バチ食ってる。バチ吐きました。バチね、バチ吐いた。ちょっと先にルアーオーバー外して上げて、よいしょ。ほい、ありがとうありがとうありがとうさん。うわ、バチ吐きまくり。はいはい、完全に掴んでますよ。ダーン。また77センチが来た。いや、これは久しぶりにゴリゴリにねえパターンをはめたんじゃないですか。さっきね、当たりがあったんで同じところに入り直してね、どうかなと思ったところ、ダーン、イエーイ。でこれも完全にパターンですね。メガバスの彼方ね、デカミロ。いやー嬉しいね。いや重いね。こんな感じでデカシーバスがね反動してくれるハイシーズンですね。イエーイ、やったねー。よいしょ。じゃあね、計測とあと大会の方の投稿も終わったんで、この子は逃がしてあげようと思います。イエーイ。はい、でね、改めてね、タックル、こんな感じですよね。さっきと全く同じ。カナタのソルトウォーターっていうめっちゃ長いミノーに、アルデバランと自分で作ったこういう、あ、ゴリゴリに貼り付けた竿ね、これで流れの中明暗ドリフトさせてちょんちょんってアクション入れると、ここってことね。ちょっと今地合いかもしれないんで、同じパターンでね、引き続きもう一発狙ってみたいと思います。77センチ、イエイ。いやー完全にパターン。釣りしてみるもんだな。同じね、同じ面や同じ流し方ルアーをね、ね、今のはバチをベベッと吐いたんですが、ただあわよくばでっかいベイトが食いたいっていう、そんな個体なんですかね。カナタをルリ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 ってあそこの面やんにドリフトさせると、結構ね、今1投目であれまた当たりあったってのがあって、そんで2投目ね、ゴゴゴゴゴンって始まった、でちょっと魚のサイズがでかいからね、吹き流されながらファイトして、そんでなんとか取れてるんですけど、今のもねちょっと途中針がゴリゴリって外れた感触があったんで無理かなと思ったんですけど、なんとか釣れてくれました。ってことはこの一番上流側のヨレにもいるんじゃないかな。カナタやべえな。あとなんかこの作ったタックルすげえ、いい感じ。ちょっと吹き流されつつ、またカナタだとね、ちゃんと届くんですよね、食わせるところまで。
サイレントアサシンとかでもいいんだと思うんですけど、なんかこのたまたま彼方のピラピラっとした雰囲気がいいのかな。ちょっとね、荒川で流れが効いてきてて、運転しながらなんでね、ちょっと精度は悪いんですが、そこのね、隙間、そこの隙間の先に異例の泳がしてきいのでね、結構ね、いろいろ全然違う隙間とかもね試したんですけどね、でこの影の方を入れたら食わなくて、ちょっと上流側からこの明暗にヒラ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 ーってドリフトをうまいこと入れると70センチアップがね食う、ちょっと釣れちゃったから饒舌になってるっていう。